毎回書店の担当おすすめの鉄道グッズをご紹介する鉄の一品。今回は半蔵門線18000系グッズでございます。こんばんは、書店の広瀬です。今回は2021年8月に営業運転を開始いたしました半蔵門線新型車両18000系のグッズをご紹介いたします。まずはこちら、2021年10月1日より書店グランデ、書店ブックタワーにて販売いたします。半蔵門線18000系デビュー記念東京メトロオリジナル24時間券です。こちらの商品は、東京メトロ24時間券が2枚セットされています。1枚は18000系、もう1枚は半蔵門線の歴代車両がデザインされています。そしてこちらが記念台紙ですね。こちらに半蔵門線の18000系の紹介が入っていますね。裏面でも大きくバシッとあります。こちらの24時間券ですね、有効期限は2022年の4月30日までとなっております。ぜひこの機会にお買い求めください。続きましては2021年9月より販売開始しています18000系のデビュー記念グッズをご紹介していきます。まずは、タッチ&ゴーが3種類発売されていますが、そのうちの2つがこちらですね。18000系の正面顔をデザインしたタッチ&ゴーです。ちなみにこちらの右側の方、見えますかね、こちらに、2021年8月デビューという、文字が入っている、こちらは仕様になっています。それではもう一つが、こちらですね。こちらが、半蔵門線の歴代車両をデザインしたタッチ&ゴーです。こちらがペーパークリップですね。こちらのペーパークリップも、歴代車両がそれぞれデザインされた仕様です。続きましてこちら、東京メトロのグッズでも人気のあるシリーズ、クリアキーホルダーです。表は半蔵門線の18000系、裏にはこちらの半蔵門線のラインのマークが入ってます。少しちょっと絵柄が変わって、ちょっと可愛い感じの絵柄になったアクリルマグネットです。最後はこちら、マグカップですね。こっちからかな、こういう感じで18000系のデザインされたマグカップですね。皆様いかがでしたでしょうか。書店グランデの最寄り駅は神保町というご縁もありますので、これからも18000系並びに半蔵門線を盛り上げていくために、書店でもいろいろ企画をしていきますので、皆さんぜひぜひチェックしてみてください。本日ご紹介した商品は書店グランデ6階、書店ブックタワー5階の鉄道コーナーにて好評販売中です。それでは最後までご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。